こんにちは。日中戦争と戦時体制についてやっていきましょう。まずは日中戦争の開始と長期化についてです。満州を支配下に置いた日本は、さらに中国北部に侵入していきました。中国ではその当時、国民政府と共産党との内戦が行われていたんですが、日本に抵抗しようという抗日運動が盛り上がる中、 毛沢東が率いる共産党は紹介石を指導者とする国民政府国民党に協力を呼びかけ1936年に内戦を停止しました1937年7月7日北京郊外の盧溝橋付近で起こった日中両国軍の武力衝突である盧溝橋事件をきっかけに日本と中国の戦いである 日中戦争が始まりまりした北京郊外にある北京公使館で日本と中国の軍隊が衝突したんです日本軍は発砲を始めたと言われておりますただその中は空砲だったのでただの訓練だったと主張はしていますが北京にいた軍隊からしたら日本の軍隊が鉄砲を撃ったというところが噂で広まって 一気に武力衝突に広がっていくことになっていくんです。こうして始まった盧溝橋事件ですが、その戦いは中国中部の上海に拡大し、全面戦争に発展することになります。これを受けて国民党と共産党は、戦争のために協力し合うことを決め、中国の中で日本に抵抗しようと、 抗日民族統一戦線を結成し、日本に抵抗することを決めました。日本軍はどんどんと侵略を進めていき、1937年12月に首都の南京を占領し、その過程で女性や子供など一般の人々や捕虜を含む多数の中国人を殺害しました。この事件を南京事件と言います。 この事件の悲惨さから、南京大虐殺とも呼ばれております。多くの人が被害に受けた悲しい事件だったそうです。しかし国民政府は首都を移し、アメリカやイギリスなどの支援を受けながら、戦争を続けていくことになります。続いて、強まる戦時体制についてです。戦争が長期化するにつれて、日本では政府が、 軍部の要求に従い、軍事費を増やすとともに、戦時体制を整えていきました。1938年に首相になった近衛文丸内閣のもと、国家総動員法が制定され、政府は議会の承認なしに労働力や物資を動員できるようになりました。これまでは労働力や物資を動員するためには、 議会による話し合いが必要だったわけですしかしそれを承認なしに動員することができる法律を作り出したんですねこれによって迅速な対応が可能になりどんどんと戦争に後押しできるようなそんな体制が整っていったんです1940年には総力戦のために巨国一致、国を挙げてみんなが同じ考えのもと 一気に物事を進めていくという体制を作る運動を始め、話し合いを大事にする政党は解散し、新たに結成された体制抑産会を作り、労働組合なども解散しました。政党がたくさんあると、毎回毎回話し合いがあって、うまく決定がしきれませんので、それを解散させて、体制抑産会という一つの組織が 物事をどんどんとスムーズに決定できるような体制を作っていったんですさらに国民生活への統制も強められました軍需品の生産が優先され農村でも労働力や肥料が不足したので生活必需品の供給が減りお米、砂糖、マッチ、衣服などが配給制や切符制になって人々は豊かに そうしたものを得られるという状況ではなくなったんです。贅沢は敵だ、というふうなスローガンの下で、戦争に勝つために人々は贅沢をせず、我慢を続ける。これが国によって強制されていったわけですね。政府の言うことをしっかりと浸透させて、守れないことをなくし、そして住民を相互に監視させる目的で、 町内会などの下に隣組が作られましたご近所さんをもとに戦争に勝つために監視をしてそして少しでも政府の統制政府の命令から背くような人がいたらそこに弾圧を加えるようになっていったんですまた言論や文化への統制が強化され自由主義的な思想や学問にも厳しい弾圧が加えられました 戦争にに対対しして反対すす。るるよよううなな考えを持つ人は厳しく弾圧されるようになったんです1941年に小学校は国民学校に変えられ軍国主義的な教育が強められました大正時代には自由主義的な教育によって個性を尊重してその人をどんどんと成長させていこうという教育だったのにもかかわらずこの時には国のため 全体のためを考えて、個性よりも全体を尊重するような軍国主義的な教育が強められるようになっていきました日本の植民地であった朝鮮では日本語の使用、神社への参拝、生命の表し方を日本式に改めさせる創始解明などの公民化政策が進められていきました朝鮮の人であっても 天皇のもとの国民であるというふうな政策です。さらに志願兵制度が実施されるなど、朝鮮の人々も戦争に動員されました。この政策や戦時動員は台湾でも行われました。今回はここまでになります。お疲れ様でした。